こんにちは、日向陽一です。それでは、今回も経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回はですね、64番目、3ヶ月の期限を決めてやり直したい、それでもダメなら諦めると伝えるということをお話ししたいと思います。この、短期会見関係修繕なんですけど、奥さんが別れたいって言ってることを前提に考えています。で、別れたいって言ってるってことは、なんていうんでしょう、もう心が離れてるわけですよね。で、それをどうやって取り戻すというか、こちらにね、もう一度やり直そうと思ってもらうかっていうのを考えたときに、やっぱり離婚するというオプションをいつも最終的に相手にあげておく必要があると思うんですね。だからこの間お話ししたように、何でもするから別れないでくれっていうのは、もう別れるっていうオプションを閉じることになるんですよね。それはもう絶対ないからっていうふうに言うことになるわけですけど、3ヶ月トライしてみて、それでもダメなら諦めるっていうのは、なんて言うんでしょう、その3ヶ月トライしてみようっていう気持ちになりやすいわけですね。つまり別れたいって言って、一番ベストは、別れたい相手にとってはベストは、分かった、じゃあ別れようって言ってもらいたいわけですよね、相手はね、奥さんは。だけどこちらとしては、関係を修復したいと思ってますので、その一番なんでしょう、可能性の高い、妥協案っていうのを提案するわけですね。ですから3ヶ月、努力をしてみて、それでもダメなら別れようっていう形の方が受け入れやすいわけですよね。だから、じゃあ3ヶ月間何か旦那が私に対して何か変わってくれるのかなっていう期待も持つことが当然できますし、でそれでもダメだったら諦めるということであれば、奥さんの方は失うものは何もないわけですよね。今までずっとそうやって暮らしてきたわけなの で何かポジティブな変化が起こればもちろん別れたいと思わなくなるというか、一緒にいたいと思うようになればそのまま一緒にいることができるし、それでもまだ別れたいということだったら別れることができるので、そういうふうに期限を、3ヶ月っていうのは一応私が一般的にお勧めしている期間になります。で実際に3ヶ月っていうふうに言うんですけど、勝負は最初の、1週間から1ヶ月ぐらいですね。ですので本当に奥さんに対して、夫としてね、この部分が良くなかったっていうのはその時点ではすでにはっきりしてますので、それを、変わった自分っていうかね、夫として変えられた自分を奥さんに見てもらうチャンスになるんですね。で、そういう意味ではこの期間を区切って戻ってくる、別居状態であれば戻ってくる。で、なんですか、家庭内別居というか、全くコミュニケーションがない状態であれば、少し時間を一緒に取るっていうことになってくるわけですけど、その3ヶ月間の期間を区切って、もう一度やり直そうということを提案するわけです。で、こういう提案をしたら必ずそれを受け入れてくれるかどうかは分からないですね。そういうふうにはもうしたくないっていうケースもあります。ただこちら側からオファーできるその選択肢としては非常に相手に受け入れやすいというか、相手にとって失うものが何もないオファーになりますので、そういった形の提案をするということをお勧めしています。ということで、期限を切って、3ヶ月もう一度やり直したいと、でダメなら諦めるということを伝えるということを、お話ししました。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。